はい、どうもこみです。さて本日も GS さんからお届けしてまいりますが、今日の動画はねドラゴンにスポットを当てようかなというふうに思っています。でドラゴン戦術ってまあどうだろう、アップデート最近のが来てから皆さんちょっと使えはなくなった印象はあるんじゃないですかね。でも実はね今回その直近でやったこの対戦ですねにおいてはほぼねみんなドラゴンだったんですよ。もう敵味方ドラゴンばっかみたいな感じのアタックになっていて、まあ僕は相変わらずドラゴンなんですけどねその中でこれ小技いいなって思ったのをね今日3つ紹介したいと思います。まあそれぞれ小技って言っても、まあそれが決まったから全冠につながったっていうような結構その必殺になっている小技ですね。なんでかなり使える場所見つけてうまく使うとメリットが大きいテクニックだと思うのでご参考にしてもらえたらというふうに思います。ではですねまず1個目ですね、ゼクスさん側のアタックでこれ見てほしいなと思います。クローンですね。これはね結構いろんな世界大会なんかでも見かけるまあまあまあドラゴン使う方においてはある種スタンダードにもなりつつあるテクニックですね。まあただまああんまり使ったことがないよっていう方は覚えておいていただきながらフレチャーなんかでまず使ってみてもらうといいかもしれないです。今回の村をね、こう見てみると、ちょっと解説先にしますね。すると、この面からこうドラゴン入れるじゃないですか。で、まあ、ドラゴンの中にインドラが入ってるとか、まあ、その辺の編成はね、ちょっと今回省きますけども、まあ、一連のドラゴンたちがいて、ドラゴンをこういう風に歩かしていきたいわけですよね、こういう風に。で、キングとクイーンをこちら側にこう歩かしていきたいという意図があるわけなんですけども、そうすると、ここが邪魔になってくるわけですよね。なんで、ここに突撃艦を当てていきます。これね、ボーンって当てていくんだけど、そうすると、ここまではいいんですよ。まあ、なんとなく壊せるんですよ。でも、ここが残るんですよね。ここが残っちゃって、しかもこの残った部分って、火力高いんですよ。グランドウォーデン像に、マルチインフェルノがあって、対空砲2本にアチャトーみたいな感じ。まあ、キングもいるから、耐久性も高いですよね。なかなか言えない価格なんだけども、ここをどう処理するかっていうと、クローンの出番なんですね。ドラゴン出していきます。まずアーチャークイーンでしっかり6畳方面削ってから、キングを出していって、アーチャークイーンダメージ受けてますけども、ここからキングがダメージを買ってくれるんで回復していきますね。突撃艦にトームを合わせてタウンホールに向かわせていきますよと、ここですね。はい、ここにレイジかけてクローン打つんですね。こうすることによってこれ一気にレイジクローンで、相手のこの辺のね、なんだっけ、これ、グランドウォーデン層と、あと、ボムタワー壊していきましたね。本当はね、このマルチまでおそらく壊すはずだった、クローンだと思うんだけども、結構、腰の対空砲の方とかあっちこっちに割れちゃって、マルチが壊しきれなかったというところですね。ただ、グランドウォーデン層壊れてるんで、ここに入ってきたドラゴンとドラゴンライダー、これがね、伸びるんですよ。ガンガン伸びるんですよね。今、フリーズ一発使って対空砲止めましたけども、そのままマルチインフェルノまでこう壊しにかかっています。で、こっち側がしっかり処理できたもんだから、ドラゴンとしてはぐーっとこうね、キングとクイーンのカット効果によって、こういう弧を描いて、12時方面にまっすぐ密集、まあ、束になって向かっていくことができるというわけなんですね。もう最終的にはドラゴンたちが結構残ってますね。ドラゴンライダー2体のインドラ3体。だから115コストぐらいか違うかなどれくらいだろう100コストぐらいかですね。プラスヒーローが残ってるというね、この圧倒的な全開撃。ヒーロー4体残ってるのはやばいよね、これね。こんな感じで。ですね。なのでこういうちょっとね出っ張ったところとかにあるような壊しにくいタウンホール付近の施設、まあインフェルノのシングルがタウンホール付近に置いてあったりなんかする場合もそうなんですけど、いうところにうまいことこうねクローンをかけていく、まあ、クローンかけるポイントっていうのも結構難しくて、今回突撃艦が落ちてるのがここじゃないですか。だからこの辺にこうクローンかけていく必要があるんですね。そうするとバルーンがちょっと乗っかってくれて、そのままポンポンとこうね増えて、周りを壊してくれるというところです。レイジがね、まあ、この辺にこうかかってたらなお良かったんでしょうけど、まあ、そこは難しいんですよね。結構やってると分かるんだけど、ドラゴンたち本体の動きも見ながらレイジもコントロールするのはなかなか難しいっちゃ難しいですね。今回の、このね、
アタックっていうのは、なんていうのかな、狙ったところよりも少し壊しきれなかったんでしょうけど、その後続いてきたドラゴンたち、ドラゴンライダーたちが、ちゃんとね、追い打ちをかけて壊してくれるぐらいの、火力に、減らすことができたっていう点において、これがなかったらおそらく前回伸びなかったんじゃないかなっていうふうに思う、すごくね、なんていうのかな、効果的な小技だったように思います。で、二つ目ですね。二つ目はですね、結構これも昔から使われていて最近見なくなってきたなっていう技なんですけども、コウモリですね。この対空砲にコウモリを当てます。なんだけども、対空砲の真上に当てるとまとめてこのウィットに壊されちゃうからっていうんで、ちょっと角度をつけるんですね。こういう風に角度っていうか距離を空けるんですね。そうするとコウモリが次から次に対空砲に襲いかかっていくから、後ろから出してきたこのドラゴンライダーがやられないと一発も対空砲にダメージ受けないんですよね。で、そうすることによって、これね、今まあ主力はこっちなんですよ。ガーッと回ってくるんだけども、それは置いといて、突撃機関でタウンホールを壊します。さらにこのドラゴンライダーとインドラ、この2体のユニット、こいつらね、こいつらの仕事を見てほしいんですけど、すごいのよ。普通にこのさ、対砲の方まで壊しにかかっていくわけじゃない。で、その外周部を回り込んできたインドラが全部これカットしてくれるもんだから、さっきのコウモリによって延命されたドラゴンライダーが、仕事をしてくれて、さらに後ろから続くインドラが、カットの仕事も促進してくれて、結果的にはこういう感じでドラゴンたちが、なんていうかな、壁の内側の方、中心部に向かって、それることなくまっすぐこう進んでいくルートが出来上がっているわけなんですね。やっぱね、この壁際の対空砲、こういうところに関しては、邪魔だなと思った時に、コウモリ1個使うっていうテクニックはね、これやっぱ覚えておく必要があるし、今回のレンさんみたいに、コウモリ使う時も真上がいいってわけじゃなくて、少しこうね、ずらしたところから当てていくことによって、周りの防衛から一気にやられないように、じわ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 対空のターゲットを取っていくみたいな形ですよね。こういう使い方っていうのが、昔からやられてるコウモリなんだけども、これちょっと見て新しいなっていう風に僕は感じましたね。はい、というところでですね、もう一本見ていきましょう。これラストですね。今回助っ人で特別参加させてもらった僕のアタックですね。本来僕 GS さんはね、ストリーマーで入ってるんで選手じゃないんですけども、なんか人が足んなかったっていうことでね、今回出してもらいました。はい。で、どういうプランかっていうと、ここにね、スパウィズを当てるんですね。突撃機関スパウィズ。で、ドラゴンもこの面。こんな感じですね。で、ドラゴンを当てるときに、ね、すごく注意したのがサイドカットなんですよね。で、今回、ドラゴンの面をここにするんですけど、イメージとしてはこっちにこう流してきたんですよ。こういう風に活かしたいんですよね。これ分かりますよね。これ、投擲があって、イーグルがあってっていう風になっていて、この部分ケアしないと絶対に全火に繋がらないから、ドラゴンをこっちに動かしたいんですよ。相当邪魔なのがこの辺なんですよね。この辺すごく邪魔です。こっちに行ってほしくない。なので序盤ロケバルでここを壊しておいてからの、ベビドラでこっちを壊していって、ドラゴンたちが初手で、下の方にずれないようにしています。で、ここに突撃機関を当ててこういう風に壊すことによって、ドラゴンたちのルートっていうのが自然と、こういう風になっていくように作っていくわけなんですね。で、なんでね、これ突撃艦なのっていう、違う、突撃艦にスパビズ入ってんすよ。で、なんでこのスパビズなのっていうところには、理由がね、大きく2つあります。1個はタウンホールに突撃艦、バルーンライダーか、とか入れたりした場合っていうのは、この辺の対空砲とかが壊しきれないんですよね。それは困るので、やってません。じゃあ、花火ならどうっていう話なんですけども、結果的に、ドラゴンとイントラが壊したのか、これ。まあ。花火だったらどうかっていう話なんですけども、花火でもいいと思ったんですよ。どっちでもいいと思いました、正直。で、その花火使えば、この援軍のね、ラバも釣らずに済むんで、いいかなと思ったんですけど、呪文枠の節約ができるんですね。ここに、突撃艦、パービーズを撃つと。見てもらって分かる通り、ここね、全部1マスつながりなんですよ、こういう風に。ここも1マスつながり、こういう風につながってるし、これ全部つながってるし、このクラン城から、さらには、このマルチインフェルまでこうつながってるんですね。なんで、スパビスのチェーンがガンガン入りやすいなっていう風に思ったから、クローンをね、使う、その花火っていうのは、
クローンさんでしょ、タスコとのレイジニー、んーだからまあ合計で少なくと、あクローンちゃうわ、クローンさんレイジニープラスインビジで大体まあ3ぐらいはいるんですよ。そうすると花火って全部でコスト8ぐらいかかるんですね、呪文のコストが。だいぶ使っちゃうじゃないですか。全部の呪文コストって14かなしかないから、もう残り6しかないんですよね。で、ライトニングで2発使ったりなんかしちゃった場合、もう残り4っていう感じで、もう呪文コストが全然ありません。に対して、スパビズっていうのは、もうすごくね、コストが低いんですよ。まあ、今回インビジ4にしましたよね。プラスレイジン2なんで、コスト6で済むんですよね。そうすると、ヒール1枚詰めるわけですよ。このヒール1枚がすごく強いので、できることであれば僕はスパビズを選んでますね。で、この辺で巨爆もないじゃないですか。だからスパビズがやられる要素あんまないので、まあ問題なくいけるかなというふうに思って、まあ、こんな風にしましたね。はい。まあ、ここででもね、本当はラバハウンドを釣らずに、クランジを壊せるって踏んだんだけど、一体スパビズがなんか変な動きをして、ラバってくれましたね。なんでまあ予想よりも、だいぶね、ドラゴンたちの進軍が遅れちゃって、まあ痛い目見たんですけども、危なかったですね。これ相当ギリギリです。今まで見てもらった2本のリプレイみたいに余裕があっての全開になってないんで、まあ、若干これ運の要素が、いい方向に働いたかなって言わざるを得ないような全開ではあるんですけども、まあ、こんな形でですね、タウンホール周りに密集している場合には、突撃艦スパビズをドラゴンたちに混ぜ込んでいって、花火ではなくね、スパビズでやっていくっていう方法も結構良かったりするので、まあ、よろしければ、試してみてもらえたらなというふうに思います。まあ、ここからはね、だいぶ、ご利用しです。ご利用しですね。キングがなんとかクロスボウの竹を取り続けてくれたおかげで、アーチャークイーンがクロークを残して、最後はね、このクロスまでたどり着くことができましたよ、ということになっております。はい。こんな感じね。はい。というところでですね、どうでしたでしょうか。本日は、ドラゴン戦術でちょっと使えそうな小技3つをね、お話をさせてもらいました。まあ、僕のこのスパビズは小技っていうにはコストがでかすぎるんで、まあ、1個の技なのかもしれないけど、大きなね、戦術なのかもしれないですけども、ぜひね、こういったテクニックを使ってみてもらいながら、まあ、ちょっとね、以前よりは、全開率が下がった、ドラゴン戦術、ドラゴンライダー戦術っていうか、まあ、ドラゴン戦術っていいのかな。こうね、より、なんだ、確実に決めるためにね、ちょっと、発想を活かして試してみてもらえたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画も終わりにしたいというふうに思います。こんな形で私のチャンネル、クラン体制の解説の動画中心にやっております。タウンホール12から14まで幅広く、解説やっておりますので、よろしければグッドボタン、またはチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしてこれからもご視聴いただけたら大変嬉しいです。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。